本当に人生をかけて、そしてサンゴを守って、そしてそれを面白がってもらう、まあ、それをやりたいなと。サンゴに対して熱く語るのは東京大学大学院卒の高倉陽太さん27歳。都会のビルの中に人工的にサンゴ礁を再現したという。サンゴの研究の飛躍につながると研究者から称賛される人工サンゴ礁に今注目が集まっている。大都会東京のビルにあるこの小さな水槽から海の未来を見据える若者がいる。テクノロジーっていろんな面白い提案を世の中にできるな。高倉陽太さん27歳。中学生の頃からアクアリウムに熱中した高倉さんは東京大学大学院卒業後、サンゴベンチャーイノカを立ち上げた。従業員は15人。サンゴを使った子どもたちの教育や企業や大学との共同研究を行っている。サンゴ礁、まあ、サンゴが作るサンゴ礁ですね。サンゴって海の 0.2% の面積しかないんですけれども、 25% の種類のですね、海洋生物が住んでいるんですね。しかしそのサンゴ礁は地球温暖化などの影響で危機的状況にあり、20年後にはおよそ9割が失われてしまうと言われている。そんなサンゴ礁は漁業や観光の資源として重要なだけでなく、近年は医薬成分が発見されるなど注目されている。サンゴ礁の未来を救うため高倉さんが最も力を入れて取り組んでいるのが、そうですね、まあ、こちらが我々の、人工サンゴ礁になるわけなんですけれども、人工の海水、光、そしてコンピューターで水温や水質を安定させた人工的なサンゴ礁だ。そもそもサンゴの飼育は研究者や水族館でも難しいと言われている。そこでもともと僕はそういう水槽をその IoT 技術 AI 技術でしっかりと制御管理する、それはまあ面白いなと思っていた。高倉さんは水槽内に設置したセンサーやカメラでサンゴの健康状態、水温や水質、光を管理するシステムを開発した。例えば水質、サンゴは水質に非常に敏感な生物だが、水の汚れがゼロではなく少し汚れた状態が健康に育つ水質だという。高倉さんが開発したシステムでその水質を絶妙な状態に制御して安定させている。そうすることで東京のビルの中で沖縄の海が再現可能となっているのだ。まあ、僕らはやっぱりこの都内でやってるからこそですね、沖縄に行かなくても研究ができるという。高倉さんと共同でシステムを開発し、豊富なサンゴ飼育経験があるイノカの増田直樹さんは人工サンゴ礁の取り組みについて。自然環境下で残せるのが理想ではあるんですけれども、もしそれが叶わなかった場合、最終的にはこうノアの箱舟のような形でそれを残せるような技術にもなると思うので。そして今高倉さんたちは世界初となる実験にも挑戦している。こちらの水槽では沖縄の海水温度をですね、再現している水槽になります。実はこのサンゴ今抱卵しておりまして、サンゴが本来抱卵するのは夏、しかし今月6日夏の沖縄の温度を再現して抱卵に成功した。このまま産卵までいけば時期をずらした産卵は世界初となる。そして今後さらに水槽を増やせば毎月サンゴを産卵させることができ、研究が加速度的に進む可能性があるという。どんな仕事の受注よりも嬉しいですね。
生き物を扱ってるベンチャーとして、もう最大のご褒美ですよね。